花園神社は東京都新宿区にある神社である。旧社格は豪社。かの御玉の命、日本穂高、受け持ち神の御柱の神を祀る。新宿の町の中心にあり、新宿総陳寺として、江戸時代に内藤新宿が開かれて、以来の町の守り神として祀られている。また敷地内では各種劇団による催し物などが定期的に開かれ、 新宿の町の文化の一翼も担っていることでも知られている。朱塗りの鮮やかな社殿は参拝客のほか休憩場所や待ち合わせ場所として使われ、当社に人影が途絶えることがない。創建の由緒は不明であるが、徳川家康が江戸に入った1590年に、はで存在しており、山和国吉野山よりの感情と伝えられている。その後、当地に、 内藤新宿が開かれるとその陳珠として祀られるようになった。元は現在地よりも約250メートル南にあったが、完成年間、その地を朝倉地区後守るが廃漁しその下屋敷の敷地内となって参拝ができなくなった。うじ子がその旨を幕府に訴えて、終わり半下屋敷の庭の一部である現在地を廃漁し、そこに遷座した。そこは、 多くの花が咲き乱れていた花園の跡であることから花園稲荷神社と呼ばれるようになったと伝えられる。また、新言州と与山派以前院の別院、参考院の住職が別当を務めたことから参考院稲荷とも地名から四谷追分け稲荷とも呼ばれた。明治に入ると孫舎に列格したがその際名称は単に稲荷神社となった。一説には届け出の際に 花園を書き忘れたという。九百十六年一月二十五日に東京府知事に対し解明願いを出し、同年二月二十六日に許可され、花園稲荷神社に改称した。九百二十八年、原神塾四丁目にあった来礼稲荷神社を合し、合社に昇格した。九百六十五年、現在のコンクリート製の本殿に建て替えられ、その際に抹社。 大鳥神社を本殿に合祀し、社名を花園神社に改めた。花園神社の拝殿名誉宮寺の片山文彦は、東京女子医科大学大学院修了の医師であるが、学生時代には、芸大の音楽の教授に指示をし、演劇の脚本を書いたこともある人物である。そのため、1967年に、東十郎が率いるアングラ劇団、上京劇場が、 くれないテント公演をするにあたって境内を提供した。近年は消えつつある見世物工業に境内を提供している。新宿地区での四谷警察署管内に合致する。ありがとうございます。